会議場9番。9番、渡辺瑞雄君。私は根底例会に3つの質問を通告しておりますので、順を追って質問させていただきます。1、オラガ浜地区、深谷地区の転居点、選挙点の解除、避難解除について、括弧1、転居点については11月末まで除染完了予定でしたが、完了したのか、占領提言はしたのか、括弧2、選挙点についても除染は完了したのか、占領は提言したのか、2番、外縁除染について、括弧1、転居点、選挙点については、外縁からの放射線の影響を受けると思うが、まだ残っている箇所はどのくらいあるのか。3番、富岡町除染検証委員会の検証結果の報告について、括弧1、検証委員会が9月28日に委員会を開催した結果、おおむね完了していると報告されているが、おおむねとはどのくらい なのか、お聞かせください。9番、渡辺瑞雄君の一般質問について、町長の答弁を求めます。町長。9番、渡辺瑞雄議員の一般質問にお答えいたします。1、オラガ浜地区、深谷地区の転居点、選挙点の避難指示解除について、括弧1、転居点については、11月末まで除染完了予定でしたが、完了したのか、占領は提言したのか、および、括弧2、選挙点についても除染は完了したのか、占領は提言したのかにつきましては関連がありますので、一括してお答えいたします。転居点および選挙点につきましては、11月末日までに除染が完了していることを環境省より確認しております。その結果といたしまして、放射線量が一定程度低減していることにつきましても、12月8日の全員協議会において、環境省よりご説明がありましたとおりであり、町といたしましても、除染実施前に線量が高かった地点において、除染後に低減していることを確認しております。その上で、地元の皆様の不安払拭のため、さらなる線量低減に向けて、事後モニタリングと、フォローアップ除染が確実に実施されるよう、環境省に対してしっかりと申し入れしてまいります。次に、2、外縁除染について、括弧1、転居点、選挙点については、外縁からの放射線の影響を受けると思うが、まだ残っている箇所はどのくらいあるのかについてお答えいたします。外縁除染につきましては、先の全員協議会において、環境省より、対象面積 43.8 ヘクタールに対し、11月末日現在の速報値で、完了面積は29ヘクタール、進捗率は 66.2% と報告されております。環境省には11月末までに目標を達成できるよう、再三申し入れを行っておりましたが、11月末の目標であった 83% には達しておらず、極めて遺憾であります。転居点および選挙点の占領提言につきましては、環境省からの報告のみならず、町も現地での測定により確認しておりますが、地域の皆様の不安払拭のためにも、一刻も早く外縁除染が完了するよう町としても協力してまいります。次に3、富岡町除染検証委員会の検証結果の報告について、括弧1、検証委員会が9月28日に委員会を開催した結果、おおむね完了していると報告されているが、おおむねとはどのくらいなのかについてお答えいたします。9月28日に開催された除染検証委員会におきましては、特定復興再生拠点区域のうち、避難指示が解除されていなかった転拠点および選拠点について、現地調査を行い、除染や放射線量の状況を環境省および町から説明し、その内容について検証いただいたもので、その検証内容を除染検証委員会委員長より書面にて10月13日にご報告をいただきました。
この報告書において検証の結果についての項目中、点線拠点の除染についておおむね完了しており、十分な線量の低減が確認できた。また除染中の箇所についても11月末までに除染が完了するよう計画的に実施されていることを確認したとの記載がございます。ご質問のおおむねとはどのくらいなのかにつきましては、具体的な割合をもっておおむねとしたものではなく、点拠点および線拠点全体の中で除染が完了していない箇所が特定されており、なおかつその箇所の除染が11月末までに完了する計画であることを勘案して表現したものと伺っております。と報告書におきましては、未除染地の継続的な除染および事後モニタリングおよびフォローアップ除染の確実な実施の2点を条件として付した上で、今後の利活用に向けた回復はおおむねなされているものと判断できるとされているものでありますので、議員のご理解を賜りますようお願い申し上げます。再質問に入ります。9番渡辺瑞雄君。はい、今回の会場については非常に私も不信感を持ちました。まず11月30日避難会場になりましたが、転居点の浦賀浜共同墓地、松の前共同墓地また旧浦賀浜共同墓地については高いところで1.52 マイクロシーベルトもあり、最小でも 1.23 マイクロシーベルトもある非常に線量の高いところを解除してしまいました。地域の人たちの墓参りに来て健康被害を起こさない線量まで下げていただけるのか、町では環境省にいくつまで下げていただく考えであるのかお聞かせください。また各課長さんに聞きたいんですが、高いところで 1.52 マイクロ、低いところで 1.23、 こういう高い数字で皆さんも会場に同意したと思うんですが、これは高い数字とは思わなかったか、その辺ちょっとお聞かせください。生活環境課長。お答えいたします。まずいくつまで、住民の健康を被害を防ぐためにいくつまで下げるように申し入れるのかというところでございますが、これにつきましては具体的な目標値はございません。高いと思われるところについては徹底的にフォローアップ除染をしていただくということで、考えております。でこれにつきましてはですね、どのラインまで行けば満足するのかということではなく、周辺と比較し高いと思われるところについては徹底的にフォローアップ除染をお願いしていくということでございます。この点につきましてはこれまで解除したところにつきましても同じような考え方でありますので、そのような形でやっていきたいと考えております。以上です。前科では企画課長。企画課長、企画課といたしましては、復興再生拠点の、免許点につきましても同様の地点がありまして、そちらの方環境省が、フォローアップをしていただいております。さらにですね、こちら、墓地で生活する部分ではないということもありまして、今後環境省に対して提言措置を行っていただくよう条件付きで解除という方向に進めたものでございます。なお標準の除染作業は終えていると報告を受けておりますが、さらなる線量低減に向けてですね、この地区に新たな手法を入れていただきたいという申し入れも企画課として行っておりますので、お伝えさせていただきます。よろしくお願いいたします。総務課長。ご質問について総務課長の立場としてはちょっとこの場での、明確な、ご回答はちょっと控えさせていただきたいと思います。総務課長の立場で言わない話でね、高いか低いかって話ですね。
互いに引っ張ってるのなんだって そしたら検証委員会に関係している課長答弁に入って一応健康づくり課長健康づくり課長はい、はい、まあ結果的にですね、まあ、我々の課としてその避難指示解除というものに直接、関わっているそれを決定する部門ではないということはご理解いただきたいんですけども、まあ、検証委員会の委員の方に出席させていただいている、まあ、アドバイザーとして立場として、発言させていただきますと最終的にこの出てきた数字、その数字に関してはやはりその数字で満足できるものではないというふうに当然感じておりますが、まあ、あの段階においてそういった結果の数字というものが、これから除染をしますという話でございましたので、その出てきた結果というものに関してはやはり満足するものではないというふうに感じているところでございます。以上です。あとは、生活環境課長。検証委員会に関連するというところで、先に手を挙げるべきところでございました。失礼いたしました。で、検証委員会の中で議論したものでございますが、基本的にはですね、高いところは下げていくということ、これは基本的なところでございますが、今ほど健康づくり課長からもございましたが、高いというものではなく、ものではなくということではなく、高いところは下げていく、ただその高いところを探して下げていくというところが重要であって、今後環境省に対して、それを下げていくという話を続けていくところが重要であると思っておりますので、この段階で検証委員会の中では、の議論では、すみません、言葉が出てこない。検証委員会の中では、概ね提言されているというふうな判断がされたというところでございましたので、すみません、言葉に詰まってしまいましたが、そのような状況でございましたので、お伝えしたいと思います。以上です。住民課長は混ざってないのか検証委員会さん。9番渡辺瑞穂君。はい、ありがとうございます。ですね、まあいろいろ話し方はあろうかと思うんですが、今まで富岡町6年経って7年目に富岡地区あと夜の森地区の一部ですか解除しています。また今年度の春に拠点整備の夜の森地区全般が解除になりました。そういう中で議論してた数字というのは皆さんはっきり覚えてると思うんだけど、1マイクロとか 1.5 マイクロの議論ありましたか。我々議会も富岡町もね、コンマ6で高い低いの議論かなりしてきて来たのかと思うんですよ。そういう中で一番最後のこの3番になっちゃいますが、この言葉も入りますが、検証委員会に除染検証委員会に検証していただいて町に答申いただいてと思うんだけど、そもそも除染終わってない部分をどうやって検証したんですか。想定の検証なんてあるんですか。世の中でそんな検証あるんですか。健康被害を起こすだろう数値の検証、想定の検証の仕方ってあるんですか。私今回初めて聞きました。そういう検証の仕方あるのかどうかお聞かせください。生活環境課長。はい、検証の仕方といいますか、タイミング的なものもございますが、
9月28日に除染検証委員会を開催した段階につきましては、まず除染済みのところについては確認をしていただいていると、この点については除染が終わっているということなので、検証は可能であったと考えております。で、一方その段階で検証、除染が終わっていなかったところにつきましては、実際に現地の確認をし、線量の確認も行った上で、それが環境省からの説明の中で11月末までに線量低減が終わる、除染が終わるというふうなお話をいただいた上で、総合的に判断をしたということでございます。で、この検証の仕方、見込みでするのがどうかということにつきましては様々なご議論があるかと思いますが、この段階で検証委員の先生方に、判断いただける材料を前から投げ、お渡しをして、さまざまご議論をいただいた中で、こういった結論に至ったものでございますので、その点についてご理解をいただきたいと思います。以上です。竹原副町長、答弁できる？はい、竹原副町長。はい、今議員からのご質問というと、今まで解除になった、29年に解除になった、解除準備区域、居住制限区域の解除、あと、今年4月に解除となりました、特定復興再生拠点の中のメイン拠点である夜の森地区、こちらの方の時の解除の議論につきましては、議員おっしゃる通り、位置を下回っていた値でですね、 0.6 とか 0.8 とか、場所によってですね、山林であれば 0.8 とか、そういうところで、宅地であれば 0.6、 そういうところで議論になってたのがは当然記憶しておりますし、その通り進めていたところでございます。その解除にあたってですね、終わってなくて、検証委員会行ったかというと、確かにそこの部分はなかったと思います。ただ、除染という形を取りますと、線量を低減を考えますと、除染1回終わっただけではなかなか線量が下がらない、その時も、前の会場の時もありましたが、さらなるフォローアップをしないとそれより下がらないというところがございました。で、そういう意味で言うと、今回やれるところだけはとりあえず進めていたというところで、除染検証委員会の判断だったのかなと。ただ、さらなる線量低減をするのには、まだ行っていないところもありましたので、そういうところにつきまして、きちっと、計画を立ててやっていけるというところの環境省からのご説明がありましたので、それをもって、線量低減がなされるものだというところで、ご意見をいただいたものと考えているところでございます。ただ、線量の線量率についてはですね、どのくらい下がるかというのは、確かに正確なところは出ていなかったと思います。解除に向けては、今までの解除と同じくですね、今回、際除染につきましては、進むというのが、実際先ほど町長答弁にありましたように66%台で、目標とした83%まで行ってなかったというところはございますが、実際に解除となる点と、線、こちらの方、線に拠点についてはおおむね、線量が確かに下がっていると我々も考えているところでございます。あと、先ほどご心配になった、点拠点、各墓地ですね、線の高いでございました。こちらの方どこが高いかというと、実際に、ご利用される場所の外縁部、そちらが山林の方に囲まれているところがほとんどでありまして、その外縁部はかなり高いところがございました。そういうところについては、今回フォローアップを何度も繰り返しましたが、なかなか線量が下がっていないというところがございまして、実際に立ち入りに関しましては、その外側に行かないような工夫をですね、環境省ので行っておりますので、実際にそのご利用される範囲内であれば、現在も位置は下回っているところまで行っていると我々現地は確認しているところでございます。以上でございます。町長、 1.35、 1.25 っていう数値が出てきたことに対して、町のトップである町長の考え方を述べてくんねえかな。町長。はい、
今議員言われた線量、光線量のところですね、我々はあくまでも追加被曝は1ミリというようなことで考えておりますので、まあこういった数字はあくまでもフォローアップをしていただいて下げていただくということ、これを環境省にお願いしていくことに尽きるかと思っております。まあ本当に議員心配されている光線量ね、これは本当になくしていきたいというふうに考えています。以上です。9番渡辺溝君。はい、ありがとうございます。墓地の線量が高いということで、まあ短時間しか行かないからそんなに被曝はしないだろう。確かにそうだと思います。多分墓地には多く行く人でも春秋の彼岸、お盆、あとは命日、ね、4、5回が多い人でもそのくらいかなと私は思ってますんで、そんなに被曝はしないかと思うんですが、今後面的にやっていく除染でいずれは解除するわけですよ。でそういうとこに今回の解除が大きく引くようなことになれば、非常にオランガ浜行政区、深谷行政区の区民の人たちは苦労しなくちゃならないと思うんですよ。行政が解除したということは、それだけ行政の方では責任持たなくちゃならないっていうことだと私は感じてるんですよ。こういう高い数字で解除したということは、行政が区民に対しての責任っていうのをどれだけ持ってるのかって私不信感持ってるんですよ。その辺はどう考えてますか。町長だな。町長。はい、議員ご指摘の通りかとは思います。ただ、我々は環境省の方で、除染はしていただいております、ので、特段その我々、ね、何て言ったらいいんでしょうね、町が除染をしているわけではないので、そこら辺は ある程度の責任はあるかもしれませんが、多くは環境省の責任だろうというふうに考えております。以上です。9番渡辺瑞雄君。そうですね、環境省が除染してるんですから、まあ、環境省がそこまで下げないうちに復興庁と環境省が解除の話を持ってきたということだと思うんです。ただ解除の要件として町が合意しなければ解除はできないと思うんですよ。議会側もそうなのかなと思うんですが、まあ、その辺は町長も非常に苦しい立場は分かってます。これで終わりであればそんなに苦しむ必要ないと思うんですが、この後のいろんな国との折衝とかいろんなことを考えれば、町長三役が非常に苦しい立場でいることは分かります。ただこれだけ高い数字で解除した以上は、やはり健康被害を起こさない仕組み作りをきちっとやっていただかないと、子どもから大人まで手を合わせ、線香を持って手を合わせに行く場所ですから、まあ、大人はさほど関係ないのかなと思うんですが、子どもはやっぱりいろいろいますし、体の弱い子どももいるし、健康被害を起こす可能性は数値が低いより高い方がありますよね。だそういう部分できちっと、先ほど竹原副町長が言ったように、やはり高いところには近づかないような案内看板とか、まあ、トラロープでも貼ってそちらには行かないようにとか、できるだけ線量下げきんないから手を合わせたらできるだけ速やかにそこを立ち退いてもらうとか、ね、いろんな方式があろうかと思いますんで、ぜひ解除した以上はもう元には戻りませんから、ね、そういう手立てをきちっとしていただきたいということをお願いしたいんですけど、できますか。町長、次に高野副町長、次に竹原副町長の順で答弁に回ってください。はい、町長。はい、議員おっしゃる通りですね、その安全を確保する意味では、いろいろな手段が考えられるかと思います。で、できるだけそういった
被爆がならないように手立てはしていかなければならないというふうに思っています。まあ、いろいろと考えてやっていきたいと思います。以上です。長野副町長。はい、ありがとうございます。この、比較的線量の高い部分につきましては、森の、中といいますか、森林部分から影響を受けているというふうに考えております。ですのでこの森林の方に、立ち入っていかないようなそうした放射線防護ということも、有効であるというふうに思っております。またこれからなんですけれども外縁除染を進めていくというところもありますけれども、やはり除染につきましては、面で実施して、地域全体の線量を下げていくということが、不可欠であろうというふうに考えております。夜の森におきましてもやはり面で進めて、進んでいったことによって、かなり線量が下がっていったというふうな経験もありますので、まずこの特定期間居住区域制度による面的な除染についても速やかに進めていただきたいということを申し入れていきたいというふうに思ってございます。以上でございます。はい、議長竹原です。竹原副町長、ご指導ありがとうございます。先ほどの、立ち入らない、線量、無用な被爆を対策としまして、線量高いところに立ち入らない、高野副町長からもありましたように、あと町長から全体的にそうやっていきますということの通りですね。実は会場に向けてですね、線量高いところ、どうしても高いところ 山林に囲まれたりしてますので、そういうところについてさら、なる5メーター10メーターとフォローアップやってたんですけど、なかなか下がらないということもありましたので、さら、なる除染、今後新しい方法でですね、土のうを引き締めるとか、そういうところまではまだ行ってなかったものですね、周りに実際に皆さんが立ち入るところについてですね、立ち入る、ここまで立ち入ればあとは大丈夫だろうというところでですね、鉄ピンを張ってトラロープを回したというのは事実でございます。で、現在そのような形で、無用な被爆、その敷地としては線量 1.5 とか、あるところはございますが、実際に入るところについては1を下回るようなところで、鉄ピンは、打たせていただいているところでございます。また旧オラガ浜墓地につきましては、除染を行った際ですね、隣接するのがですね、もう海岸になってまして崖になってますので、そちらの方にも行かない安全な対策としまして、鉄ピンを打ったりして、立ち入らないような形で、まずは、被爆の安全、あとその敷地の安全、そういうのも踏まえてですね、こちらの方、対策を練っているところでございます。ただしこれだけで終わりではなくてですね、先ほどお話しさせてもらったように、さらなるフォローアップ、新しい手法を持ってですね、全体的に線量が下がるように我々も、注視して、いきたいと思っています。環境省の方には、こちらの方をぜひともお願いしたいということで、もう一つ、進捗が進まない外縁除染につきましては、できるだけ早く、こちらの方、前の全協議会でもありました通り、1日でも早く、予定言ったところに達するようにですね、環境省の責任を持って、元請けさんと話すとか、そういうところを踏まえてですね、やっていただく、そちらの方は我々も今後とも注視していきたいと思います。よろしくお願いいたします。9番渡辺瑞雄君。ありがとうございます。まあ、今線量の高い部分どうするんだということで、安全策こういうふうにしますよっていうお考え聞きましたんで、ぜひ環境省さんと一緒になってその辺を早急にやっていただきたいと。今回解除した中で線量の高い場所のフォローアップ、まあ今まで12月8日の時点でも私言いましたが、今までなくフォローアップといえば小規模の場所を線量高いところを取るということがフォローアップだと思うんですが、墓地周りは大規模に本格除染のようなフォローアップをやっていただいているということは私も承知しています。これは町の要望、また環境省の努力でやっていただいているものだと感謝はしております。ただ線量高いことは事実ですので、
ぜひ立ち入らないような仕組み作りしっかりやっていただきたいと思います。1番の括弧1についてはこれで終わります。括弧2の選挙点についてはまあおおむねはおおむねっていう言葉で曖昧ですので、選挙点についてはまあ私の現場を見た限りでは11月末の時点ではもう 95% くらいは完了してたのかなと思います。で選挙点については確かに線の除染は重要ですけど、これ外縁から引っ張ってきてる線量がかなりあろうかと思うんで、線と外縁をやって初めて線量もある程度の落ち着きが見られるのかなと思うんですね。でそういうことで線の拠点に関してはこれも12月8日に私が言ったように今まで富岡地区7年目で開場し、今度拠点整備で与野村地区を開場した中でこれまでやんなかったような除染やってくれてんですね。側溝は大半ですね、全部ほとんど全部ですね、もう側溝は蓋を上げて土を取って高圧洗浄して素晴らしい除染してくれたと思ってます。まあそれだけやったからこそ選挙点については線量がかなり低減したのかなと思います。でその辺はまあ町の努力さん環境省さんの努力でそこまでやってくれたのかなと思いますんで感謝いたします。それでこの除染についても線量に関してはやっぱりマップなんか見ますと結構高い箇所があるんですね。だからこれは何とも言えないと思うんですが、外縁の方から引っ張ってきてる線量もかなりあると思うんで、この辺の外縁をある程度やんないと選挙点の線量ははっきりしないのかなと思うんですが、その辺は当然ある程度高いとこはもう一回視野に入れて除染っていうのも考えてますか。生活環境課長。はい、先の全員協議会でもお示しをさして、環境省からお示しありました通り、選挙点については除染は終わっているというところでございますが、議員のご指摘の通り一部比較して高いところというのが存在するというのも事実でございます。でこちらにつきましては引き続きフォローアップを求めていくものでございますが、それにあたりましては例えば同意をいただけていない土地の近くであったりというところもございますので、そういうところにつきましては例えば土のうであったりとか採石を敷くとか遮蔽効果も考えながら、あとはさらな雨が降った後に水がたまりやすいところなどもございますので、側溝なども含めましてそういったところも引き続きフォローアップを していきまして、線量を下げていくようにということで、環境省と協力をしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。9番渡辺瑞雄君。はい、ありがとうございます。選挙点については今課長が言ったようにぜひ環境省と厳しく詰めていっていただければありがたいと思います。次2番の外縁除染についてに入ります。括弧1転居点選挙点については外縁除染の放射線の影響を受けると思うがということで、かなり外縁除染に関してはこの私は数字にあんまり誤りがありすぎるんじゃないかなと思うんですよね。この環境省から出された数字を見ますと 66.2% 全体の 66.2% がまあ除染進捗率ということで出てますが、進捗率っていうと今手がけたばっかりの面積も進捗率の中に含んじゃうのかなと思うんですよ。で現場を見ますと11月末時点だとおそらく 40% くらいしか私は行ってないのかなと思うんですよ。完了率でいうともう 20% くらいですから、でその辺
町の担当としてしっかり現場を見てるのか、見てるのかどうかお聞かせください。生活環境課長。はい、外縁除染につき、転線拠点につきましては、実際の除染が完了していないところというのが特定されておりましたので、こちらについては頻繁に現地に赴き、状況確認などを行っておりました。一方、外縁除染につきましては、同意未同意の関係で、着手ができたところ、それから同意をもらっていても、まだ着手ができていないところと、混在しているような状況でございましたので、それぞれの場所について今どういった状況であるかというところにつきましては、そこまでの把握は行っていなかったというのは事実でございます。で、こちらにつきましてはですね、町も反省する点があるかと思いますので、今後につきましては環境省の方に、逐次情報を求めまして、状況を確認をしながら、さらに現場を見ながら進めていくということで、環境省の方で引き続きやるというふうなお話をしておりましたので、これが適切に行われるかというところにつきましても、しっかりと見ていきたいと考えております。以上です。9番渡辺瑞穂君。はい、よろしくお願いします。12月8日 の、 地図に表した除染解体完了場所、また進行中の場所、そういう場所がマップで出てきました。あのマップ見た限りでは15箇所くらいは誤りがあるんですよ。まだ手もつけてないのに青い数字に塗りつぶされてました。青い色っていうのは除染完了と、あとは何ですか、完了の同意書を発送したという色だったと思うんですね。で、あれを見た限りでは15箇所くらい着工してなくても青色が塗ってあったと。で、そういう状況で出てきてますから、やっぱりこの数字にはすごい誤りがあるんですよ。で、私は早く急いでやれということじゃなくて、やっぱり数字は確かな数字を出してもらって議論しないと間違いが起きた答えが出ちゃうっていうことなんですが、その辺どう考えてますか。生活環境課長。はい、今回の全況でお示ししました図面につきましては、終了後回収をされたということでございますが、議員のおっしゃる通り、青い表示のところは官僚の報告書が提出されているところというところの色分けになっておりました。で、今15箇所ほど誤っているのではないかというふうなご指摘でございましたが、この一点一点のところについて確認をしたということではございませんでしたので、その内容だけではなく全体がどうなっているとかの進捗も含めまして、今後しっかりと確認をしながら、資料提出にするにあたっても確かなものを出すようにということで、今後も環境省には求めてまいりたいと思います。その上で間違っているものがもしあれば訂正をするようなことで、こちらについても申し入れをして、していきたいと思います。よろしくお願いいたします。9番渡辺瑞穂君。はい、よろしくお願いします。最終的にこの外縁除染をやって終わりということじゃありませんので、町長も常々、富岡町内全域除染だよということを強く言っています。ただ国環境省復興庁は全域除染まだ認めてないと。で、困難区域にメスが、与野森地区の困難区域にメスが入り解除になり、今度浦浜深谷の困難区域にメスが入り道路が改造になった、公共施設とか墓地とか道路が改造になったということで、数字にはいろいろ私も異論は持ってます。ただ改造になったっていうことで一つ明かりが見えたっていうことも事実ですんで、その辺を明かりをすごく明るい色にしてもらうのかどうかは行政と我々にかかっていると思うんで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。2番の外縁除染についてもこれで終わります。3番の、検証委員会の検証結果の報告についてということで、非常に今1番2番の中でも検証委員会の話は出てますが、非常に検証委員会のメンバーを見ると、河津先生はじめ
立派な先生方がついて検証してもらってるということは私も感謝はしております。ただ先ほども出たように想定の数字で答えを出したっていうのが今回の一番の間違いのもとだったのかなと思うんですよね。でそういう中でまあ「おおむね」という言葉も先ほど説明もらいました。まあ納得いくかいかないかそれは別問として、まあそういう言葉いただきましたんで理解はできるんですが、この検証委員会の中でこのまとめてある数字で除染について一部の路線を除いておおむね完了しているということで非常にまあ 85% っていう数字を一番頭に置いて検証した結果がこういう言葉になったと思うんですよね。でなんで 85% 完了が 85% までいくよという数字が出てきたらやっぱり完了してないものを完了したように検証委員会に出して検討してもらうわけですからやっぱり町でもきちっと現場を見るべきだったと思うんですよ。でその辺は事前に見なかったんですか。生活環境課長。はい、ただいまのご質問の中にありました 85% 環境省の方の目標 83% となっておりましたがこの 83% につきましては、全体の外縁除染の目標外縁除染の対象となる面積の中から、緑色の箇所それから今県道の調整が入っている箇所これを除いた分を全体が除染が終わったとした場合に、43.8 ヘクタールに対しての 83% ということの目標でございます。ですので、目標を示した段階で、着手可能なところについては全部終わった場合に 83% が完了になるというふうな考え方の数字でございます。でこの 83% を念頭に置いたということではなく除染のできるところはすべて除染をするというのが基本でありましたので、その中で9月28日に実施する段階では、浦賀浜共同墓地付近を含めてまだ除染が完了していないところがあったということで、こういった表現になってしまいました。でその中でですね、町長答弁にもございましたが未除染地の継続的な除染とそれから事後モニタリング及びフォローアップ除染の徹底というところこれを確実に実施をするということを条件をつけた上で、検証委員会の報告として今おおむね、というふうな表現をさせていただいたというところでございますので、この点については町長答弁のお通りでございますがそのような内容になります。以上です。9番渡辺瑞夫君。はい、分かりました。検証委員会私も素晴らしい検証をしていただいたとは思ってます。ただこれから面的除染になろうかと思いますね。復興拠点居住区域ですか。復興拠点居住区域が決まれば全体的な面除染に入っていくものだと思ってますがその時にやはり先ほど言ったようにやっぱり町長さっき言いましたがあくまでも環境省の責任だということじゃなくてやっぱり町民も守るのは町行政ですからやっぱり町行政が 100% 責任持つんだよっていう心構えで私は当たっていただきたいと。でないと浦浜深谷の区民の人たちは生きらんないですよ。こういう事故が起きてよその町村では仮置き場は各行政区単位で仮置き場作んないと除染はできませんよというような言葉いっぱい聞きました。除染しても除染した汚染物質を置く場所がないということで、でよその地区を見るとやっぱりその地区その地区に除染した汚染物質を置いてありました。富岡町は新夜の森の一部浦賀浜夜の森ここだけで一手引き受けで受けていただいたつ経緯あります。ね、後から仮置き場にして単位蔵っていう
借地料が後からついてきました、ね、大半の人はどうせ借地料をもらってるんだろうっていう人もいるかもしれないですが、仮置き場に貸す段階でいろいろ持ってる人は苦労したと思います。先祖からの財産どうだこうだっていうことで、そういうことで信用の森の一部裏側も深谷は仮置き場をどうぞ作ってくださいよと、富岡町の墓場になりますよと、そこまで心開いてやってくれた場所ですんで、ぜひ今まで解除した2地区以上に線量は下げなくちゃなんないっていう思いで私はやっていただきたいんですよ。そういうことお願いできますか。町長、まあ、今議員おっしゃる通りでありましてですね、まあ、今回の解除につきましては環境省の方の除染の遅れということで、環境省の責任はあるだろうというふうに思っております。また今後面的に浦賀浜深谷地区を除染していただくためにですね、まあ、そういった線量の低減も含めて環境省には申し入れをきっちりしていきたいというふうに思っています。本当にですね、追加被曝で、まあ、1ミリというか 0.23、 これがあくまでも目標でありますので、これに近づくようにですね、かなり我々も厳しいチェックをしながら、環境省と、まあ、環境省の方にお願いしながら共に、挑戦に向かっていきたいというふうに思っています。以上です。9番渡辺瑞穂君。私の思いも町長に分かっていただいたと思いますので、ぜひ面的除染に入ったら線量を一番頭に置いて除染をしていただきたいと。また担当課には現場細かく見れば一目瞭然にやっぱり分かると思いますので、ぜひその辺を細かく見ていただきたいと。で、私の思いはもう一日でも早い解除なんですよ、ね、これが5年で解除になるのか7年かかるのか分かりませんが、まあ、今の動きからいくと 3,4 年で解除できるのかなと、線量さえ下がればね、そういう思いでいます。また調整報告の中でもあったように信用の森の一部6号線から東側第二工業団地という考え方を持って動いてもらっていると思います。浦賀浜深谷の玄関口です。で、そういう中でそういうことが起爆剤になって浦賀浜深谷が一人でも余計に戻れるようなことを私は期待しておりますので、ぜひそういう思いを持ってやっていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。私3問の通告しましたが、まあ質疑応答の中である程度理解はしましたし、また今までの全員協議会の中でもまあね、理解はしてるんですが、どうしても線量が高いということで、まあ、今回一般質問させてもらいましたが、今日質問させてもらった中身は理解しましたので、ぜひ今後とも線量の提言にご協力いただければありがたいと思います。これで私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。